マスキュレアーニドイツ博物館、シュライスハイム航空館に展示されているマスキュレアーニマスキュレアーニとは1985年にドイツ人のギュンター・ローヘルトが率いるチームにより開発、運用された人力飛行機である。クレーマー、速度世界記録賞の最終獲得機であり、その記録は 人力飛行機による閉会路速度記録として国際航空連盟に認められ2014年12月末現在に至るまで破られていない。マスキュレアーにはソーラープレーンの製作、飛行に成功していたドイツ人のギュンター・ローヘルトラが1984年に開発しアメリカ人以外を対象としたクレーマー8のアザ飛行ー、クレーマー 速度世界記録賞の獲得及び世界初の人力旅客飛行に成功した人力飛行機マスキュレアー1の後継機である。マスキュレアー1は1985年2月に道路上での交通事故により大破し、これを契機にギュンターはより純粋に速度記録更新を目指した後継機であるマスキュレアー2の開発に踏み切った。開発にあたっては マスキュレアー1に続き、シュトットガルト大学のエルンスト・ショーベル、ディーター・アルトハウスが協力した。マスキュレアー2は、クレーマー、速度世界記録賞の規定による1500メートル三角形、周回コースを2分、平均速度時速45キロメートルで飛行できるように設計された。空力解析及び設計は協力者であるエルンスト・ショーベルによって行われた。マスキュレアーには、 マスキュレアー1で得られた知見をもとに、速度記録更新のために開発された機体であり、その大部分の形態は、マスキュレアー1から継承されている。外見上の違いは口実する、コクピット形状の変化が目立つ以外には、大きな変化は見られず、マスキュレアー1から全体的にやや小ぶりになった程度で、ある。しかしながら、アメリカ人以外を対象としたクレイマー8のアザヒ校賞。 クレーマー、速度世界記録賞の2つの目標達成を狙った、マスキュレアー1よりも純粋に速度記録に挑戦する機体とするため、より簡潔な構造とし、目標の条件に最適化された。その結果、高効率化、低抵抗化、高合成化された機体となった。また、その簡潔な構造により10分で組み立てが可能であった。主翼は単要。 高翼、挑戦のない型持ち構造であり、マスキュレアー1と同様の配置である。また、マスキュレアー1と同様に主翼中ほどから翼端に、かけての後縁部には補助翼が装備されている。しかし、主翼は固定翼機の性能に大きな影響を及ぼす部位であり、マスキュレアー1から大きな変更が加えられた。空力より高速な機体とするため、 マスキュレアー2では主翼に新翼型が採用されている。この新翼型はマスキュレアー1での実績を持つ操縦翼型 FX76MP シリーズを協力者の一人であるディーター・アルトハウスが速度記録のためにレイノルズ数と揚力係数を最適化した翼型である。また、空力、すなわち揚力、抗力は待機速度の事情に比例するため、 一般的に高速な機体ほど必要な主翼面積は小さくなる。マスキュレアーにも高速化に伴いマスキュレアー1から主翼面積が縮小された。平面型は先細翼で誘導効力の低減に寄与するアスペクト比はマスキュレアー1の29.3から32.5へと大きくなった。さらに翼端部についても 誘導効力の低減のための翼タングズを考慮した検討が行われ、マスキュレアー1の翼弦方向に直線的に切り落とされた形状から、前縁がのめらかな曲線を描きながら交代し、後縁と交わる形状となった。構造主翼の構造もマスキュレアー1からの大きな変更点である。マスキュレアー1で問題となった主翼のねじれ問題を解決するために、マスキュレアー2の主翼には、 応力外皮構造が採用された。これは、現代において、一般的な航空機で採用される構造と同一の原理により、合成を確保しており、より実用機に近い構造である。マスキュレアーニの主翼の応力外皮構造は、複合材料製の I 型ゲタと外皮から構成される。I 型ゲタは、翼上下面に接するフランジ部が1、方向炭素繊維強化プラスチック。 上下フランジを連結するウェブ部がガラス繊維強化プラスチック及び塩化ビニル発泡剤のサンドイッチ剤で構成され外皮は桁のウェブ部と同様材質である GFRP と塩化ビニル発泡剤から構成された 3mm 厚のサンドイッチ剤で作られた外皮はマスキュレアー1のように収翼表面の一部だけを覆うのではなく 前縁から後縁までの主翼表面全体を覆い、その上からポリエステルフィルムで全体が覆われた。翼型は発泡ポリスチレンのリブで、後縁形状は CFRP で維持された。これによりひねり、剛性の向上だけでなく、空力性能を決定づける翼型をマスキュレアー1よりも正確に理想形状に近づけることができた。ただし、設計者であるエルンスト・ショベルは、 マスキレアーニの主翼構造の欠点として、荷重のかかった状態で見られる桁と外皮の接合により生じる外皮の変形。これは、飛行時のように荷重がかかった状態では、外皮と相型桁の上下フランジが別々に変形するため、リブによって翼型が維持されていない部分では、外皮のフランジとの結合部に変形が生じ、設計されている点よりも前方の外皮変形一直後で、 主翼上面の境界層が、層流から乱流への繊維を生じるという指摘である。エルンスト・ショーベル自身はこの問題への対策として、外皮と I 型ケタフランジ部の結合部をわずかに柔軟にすることを提案している。全可動方式の昇降打及び方向打を、高剛性のテーパー付き体系、CFRP パイプの胴体に接続した、マスキレア1と同様の形態を踏襲した。 平面型は昇降だ、方向だともに、区形で胴体から下に突き出した特徴的な配置の方向打の先端は、非常用のおぞりとなっていた。また、バネによる自動中立装置もマスキュレアー1から引き継いだ。配置、駆動方法、プロペラ本体など多くを、マスキュレアー1を踏襲した。機体最高尾に配置された推進式プロペラであり、 胴体内に通した長いシャフトを介して駆動された。プロペラ本体はギュンターがマスキュレアー以前に製作したソーラープレーンのプロペラを改造したものであり、翼型はゲッティンゲン795及びゲッティンゲン796であった。ただし、マスキュレアー1と完全に同一ではなく、マスキュレアー2に搭載するために、マスキュレアー1のプロペラよりも中心部分が切り詰められ、 直径を小さく改造されたものだった。コックピットはマスキュレア1と同様に胴体から吊り下げる配置であり、体型 CFRP パイプで構成されているが形状は大きく変更された。パイロットの姿勢はマスキュレア1の上半身までほぼ完全に直立したアップライト姿勢からマスキュレア2では半ば仰向けに寝たセミリカンベント姿勢へと変更された。これは パイロットの姿勢をエネルギーバランスの観点から検討した結果である。パイロット姿勢の変化に伴い、コックピットを覆うフェアリングの形状が変更され、同時に小型化された。フェアリングの素材もマスキュレアー1のポリエステルフィルム張りから主翼外皮と同じ複合材のサンドイッチ材へと変更された。これにより飛行中の空気の圧力を受けてもフェアリングの変形が小さく、 滑らかな形状を維持できるため、小型化と相まってコクピット部の空気抵抗の低減に成功した。駆動系はチェーンを介して、プロペラにつながる胴体内のシャフトへ動力を伝達する方式をマスキュレアー位から踏襲したが、効率向上のためにパイロットが動力を伝えるクランク側のスプロケットが、新淵のチェーンホイールからラインチェーンホイールへと変更された。パイロットは、 マスキュレアー1から引き続き、ギュンターの息子であるホルガー・ローヘルトが務めた。1985年8月、マスキュレアーには、ほぼ完成した状態で、イギリスに運ばれ、イギリスのミルトン・キーンズで開催された人力の祭典、ゼパル・フェスティバルにおいて飛行するため、イギリスで制作が続けられた。しかしながら悪天候のため飛行は行われず、屋内展示されるに止まった。 1985年9月に行われた初期の試験飛行でマスキュレアー2の飛行特性が明らかとなった。マスキュレアー2はマスキュレアー1と比較すると高出力が必要な高速飛行時のみ安全な飛行が可能であり、その時の機体の応答はパイロットの操縦に対して非常に敏感なものであった。9月下旬の飛行でマスキュレアー2は着地時に墜落、大きく損傷したが、 一週間余りで作り直された。1985年10月1日、オーバーシュライスハイムのシュライスハイム飛行場において、マスキュレアーには、ホルガー・ローヘルトにより1500メートルの周回コースを、世界記録となる2分21秒で飛行した。これは1984年12月2日に、ブライアン・アレンによる飛行で、クレーマー、速度世界記録賞4回目の獲得機となったポール。 マクレディのチームで開発されたバイオニックバットの記録2分23秒48を上回ったが、クレーマー、速度世界記録賞獲得に必要な5%以上の記録更新には届かなかった。翌10月2日、ホルガーは自転車レーサーからの指導を受け、フォームを改良して飛行に臨み、細長い楕円型で飛行できるよう設定された1500メートルの三角形。 周回コースを2分2秒0で飛行して、クレーマー、速度世界記録賞を獲得した5期目の機体となった。この記録は、バイオニックバットの記録を約15%上回った。1986年に、クレーマー、速度世界記録賞が打ち切られるまで、この記録は更新されず、マスキュレアーには、クレーマー、速度世界記録賞の最終獲得機となった。また、 このクレーマー、速度世界記録賞獲得時の平均速度時速 44.32km は、ファイにより人力飛行機による、閉回路飛行速度の世界記録として認定されている。現在、マスキュレアーニは、ドイツ博物館の文館であるオーバーシュライスハイムの、シュライスハイム航空館に展示されている。マスキュレアーニの概略図マスキュレアーニの外観。ありがとうございます。